精神医学の根本的な目的、根本的な目的というのは人を無力化すること、いかに人を自分たちのコントロール下に常に置き続けることっていうふうにあります。しかし日常的な行動の動機には何かって、彼らの動機はお金です。お金です。どうでしょう、お金が動機になった人ってどんな感じでしょうか。犯罪者ってまさにお金が動機じゃないですか、ね、お金のためだったら何でもするよって。それが実は精神医学においても言えることであります。でこのまさに薬を売るために精神障害を作り上げるというのがあります。先ほど私がね申し上げました、この中で精神病である、私は絶対精神病じゃない人と思う人って言ったら、みんな結構ね手を挙げられました。普通ですよ、それが皆さんね、いいんですよ。ですから自信持ってあげていただいていいんですからね、いいんですけど、それでさえも病気にしちゃうと。そうすると不思議なことにですね、病名ができる前からね薬があるんですよ。そういうものがたくさんあります。薬があるのあって、後から病名が作られるなってこともね結構あるんですよ。結構あるというか最近のね傾向もほとんどそれです。だから例えば新しい病名ができました、実はもともとあるこの薬が使えますとかね、お前らいよいよ研究開発費まで使わなくなったかみたいなね、そんなレベルのものです。ですから彼は儲かってどうしようもないですね。なんで病名を一つ作るというのは本当に巨万のその利益を得るためにものすごく大きな貢献をします。で、ここにですね、あったあります。これまあ DSM の売上高って書いてあるんですけども、同時にこっちの精神障害の数ってあります。これここに1994年に374になりましたよと。で実はですね、去年これごめんなさい、これ最新じゃないんです。去年ですね、アメリカ精神医学会の方で新たなマニュアルが作られまして、その DSM ってさっき言ったその精神疾患の統計や診断統計マニュアルって言うんですけど、まあ僕から言うと病気のカタログって、病名のカタログって言った方がいい、正しいかなと思うんですけど、374の病名がありました。しかし今や500超えてます。500超えてますよ。すごいでしょ。いつからそんな病名増えちゃうんですかね。いくらでも作れちゃうんですよ、ね、反抗性なんとか障害とかさ、なんか何でもいいんですよ。ほとんどでも国語の世界です。言語学的に優れた人はいくらでも病名を作り出し、そしてそれに当てはまるような、その病名に聞こえるような、最後になんとか症とかなんとか障害って作ればね、病名に聞こえちゃうんですよ。で皆さん、ああ大変だなって。500超えるとね、本当にすごいですよ ね。皆さん、例えばお買い物好きな人いらっしゃいますね。いいですね。今日もちょっとここ浅草のね、やっぱり駅からここに来るまでにちょっとあら安いハンドバッグとかって思ってたかもしれないね。ね、買い物依存症です、気をつけてください。ね、そんなのも本当に病名なんですよ。で例えばぶっちゃけ私は算数苦手だったって方いらっしゃいますか。算数に苦手だった、今はいいですよ、かつて苦手だったって。僕はね、はっきり言います、算数全くダメでした。もう足し算引き算って記号見るだけでハーってなってましたから、僕は算数障害でございます。ね、そういう名前がさ、どん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 できていくんですよ。ねえ、ねえ、恐ろしいでしょ。でもう一つ、例えばちょっと車運転される方いらっしゃいます。お車ね、はい、ありがとうございます。お車運転して自分でこう運転してますと、ぐーっと綺麗にね、なんか高速道路気持ちよくふんふんふんって鼻歌まじにこうね、なんか音楽かなんか聴きながら走ってます。そこにベーンって車が来て、前にギュッと入りましたと。危ないわねとかって、何やってんだよベーンとかって鳴らしちゃったということを経験ある方いらっしゃいます。ドライバー激怒症と言います。ね、精神障害ですよ。ね、そう気をつけてください。それからね、最近はなんてだろう、優しい名前に変わってるんですよ。優しい名前、例えば2002年まで実は精神分裂病っていうのがありました。精神分裂病って聞いちゃうと、なんかもう皆さんどうですかね。うわーってなってて、ぐちゃぐちゃぐちゃってなってるって、こんな感じになりますよね。で2002年にそれはあまりにも聞こえが悪いからって言って、これがね、統合失調症という名前に変わったんですよ。そうなんですよ、元は、ね、全部一緒ですよ。ただ名前変えてイメージが良くなっちゃった。でもう一つ、それ大きいことがある。例えば昔こういう ね今日ね、夜10時にね、ああ今日のお昼ご飯何食べたっけなんておばあちゃんいますよね。昔
昔こういうのをボケとか地方って言いましたね。で1980年代の後半にこれが地方症という名前になりました。そこで病気になったんですね。病名が作られました。そこで巨額のお金が健康保険料の適用になったものですから、どん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 地方症が出てきた。でも地方症っていうの名前悪いよねってなったことで、今度認知症って名前になったんです。でもそもそも本当病気だったんでしょうかって、ね、それが証明できたことは未だかつて一度もございません。しかし認知症治療薬と、まあね、アリセプトとかそういう、ね、名前でありますけども、アルツハイマー型認知症治療薬みたいなのが出てると。でもアルツハイマー型認知症治療薬でありながら、アルツハイマー、ね、認知症の速度を弱めることはないとかね、効果は実証されてないとかって書いて、平気で書いてある。こんなものを、ね、たくさん飲むわけです。それによって、まあ、とにかく売れればいいんです。彼らがさ、売れればいいんです。そこで何が起きていようと、何がそこで、ね、どんな人々がどうなっていようと、それは彼らは知ったことじゃない。売れればいいんです。だからじゃあその売れるためにはどうしたらいいかって言ったら、病名を作っちゃえばいい。で皆さんが受け入れやすい病名をいかに作るか、まさにここが今精神医学の中で一番求められている能力の一つではないでしょうか。はい、ということで最近は実際のところ精神科医たちが考えるのではなくて、広告代理店のセールスプロモーターとかそういった人たちが病名を考え出しているっていうのが現状です。はい、これはもう本当申し上げておきます。ね、恐ろしいですね、小林さん本当にね。ですからね、でも怖いんだよね、怖いんですけど、皆さんね、大事なのは事実として知っておけばいいんです。そしたら皆さんも犠牲になることないから怖くもなんもない。知らないことが一番怖いんです。そうなんです。皆さんが一番恐れるべきことは何かって言ったら無知です。あるいは知らないということです。知ってしまって、ね、それが自分にとってそれが真実になった瞬間から自分はその犠牲になる可能性というのは格段に減ってきます。ですからどうぞと、ね、皆さんが口にして他の方々を知ってるという状況に、していて差し上げていただいたら、私としては非常に嬉しいなと思います。